でね、まあ、ちょっとはい、はい、はい、待ってます、はい、待ってます。すみません、ジョブさん、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。シーズン終盤にこんな、いえいえいえ、こんな僕たちの YouTube チャンネルに出ていただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、僕はもうたくさんいろいろ聞きたいんですけど、ジョークさんがこれを覚えてるのかをちょっと聞きたいんですよ、うん、2017年に、うん、確かの教会の、うん、いたね。その年に韓国で U20 のワールドカップ、うん、やったね、はい、俺はがなんだっけ、なんとかテクニカルスタディグループのチーフやってた。そうなんです。で、僕その U20 ワールドカップの時に、で、研修に行ったんですよ。そこに J リーグから、 J リーグから、ああ、そこで、はい、大体文字 J リーグから。そうです。あ、で、いろんなチームで、で、その時に SC サンミラの僕アカデミーをやってて、あそこでいたの、そこの枠でいたんだっけ。 いたんです、うん、いたんです、うん、で、ジョークさんが途中から、そうそう、あの教会の人間として、そうです、ちょっとジョイントしたよね、はい、でいらっしゃって、うん、ホテルの中に、うん、大浴場があって泊まってる、うん、はい、僕はもうもう怖い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 、はい、大浴場があったんです、うん、で、僕ちょっと夜遅くに、あ、ちょっとお風呂入りたいなと思って、一人でお風呂に入ったんです、うん、もう完全貸し切りです、うん、貸し切り状態だけでズワーッってやってた中で、お、誰か来たと思ったら、ジョークさんがいらっしゃいまして、うん、はい、おお、もし元気か、的な、的な、と、はい、こう挨拶をさせて、あ、元気ですっていう感じで、で、僕ちょっともう出ようっつって、あ、じゃあちょっと、え、あ、そんなすぐ出ちゃったんですか。え、ちょっと、あんまり僕面識なかったんですよ、ジョークさん、あまりね、面識が、あ、ジョークさん来ちゃったと思って。あ、ちょ、これは覚えてらっしゃいます。いや、だからもう、そう、あの場にいたことをもう覚えてないから、あの20人ぐらいいたんですね。そうです、そうです、あの各クラブから、はい、はい、そうです、はい、前半部分と後半部分、はい、2人、はいはいはい、で、後半部分に行って、そうなんだっけ、はい、俺はもうずっといたから、もうわけわかんなくなったわけ、そう、わけわかんない、長かったからね、そうです、まあ、そういう、あ、そうですか、方々の経緯を、すいません、失礼しました、とんでもないです。ちょっとなんか僕らその去年ぐらいから YouTube をこうやってて、うん、でベルディの話をした時にこれでこの今ジョックさん覚えてないこの1個のエピソードをずっとこすってですね、奈良さんは裸の付き合いだから俺らはと。だってさ、なんか担当らしいじゃん。ね、俺をいじる担当だし。よく存じね。そういう、いや、そうですよ。あ、これジョークさんの、僕これも覚えてるかわかんないですけど、あの大宮ですね、ナックで最終戦で、うん、僕ジョークさんと去年のね、はい、去年のお会いして、うん、で、ゲーム前に、うん、ちょっとお会いして、うん、で、あ、で、一言言われたのが、うん、ジョークさんに YouTube 見てるって言われたんです。で、言われて、で、実況はその時あの原田大吾さんで、はい、一緒にやられてで、もう言われた瞬間にもう大吾さんに速攻、はい、大吾さんYouTube 見てるらしいっすよ。ジョークさんがってなって、僕なんかすごい本当ですかって信じられなかった、はいはい、それだけ今日確認して。そうそう、それは何の YouTube？ いや、それはね、ごめん、営業トーク。営業トーク営業トークで、これは、ね、YouTube やってんだよねっていう意味。なるほど、そういうこと、そういうこと、そういうことなんですね。そういうこと。あ、いや、よかったですね、だって。あの後喋りず、もしかしたらジョーク監督見てるかもしれないと思ったら喋れないですもん。そうですね。あ、よかった。見てる体で、やってんだよねっていうのを、はい、あ、そうそう。なるほど。あ、そういうことで見てるよって。でも、だからもう、今回はちゃんとチャンネル登録したので、ちょっと。あ、ありがとうございます。あの、予習したら、なんか俺担当だって言ってんのを見たから。本当になんかそんなヒロシに騙されてて、僕じゃあ分かんない、世代的に分かんないんですけど、それをずっと言ってジョークさんがこういう采配をって僕が必死に説明してもそれでなんか言ってんで裸の付き合いだからとかって言って全然じゃないですか。いや、あの、そうだな、裸の付き合いして、はいはい、見ましょう。ジョークさんのこう人柄っていうのを聞きたいんですけど、はい、富士通出身で多分89年まで選手をやって、うんね、そうなんですかな、はい、あ、で、どういうこの選手だったんですか、うん、特徴です。俺はね、まあちっちゃかったし、はい、あの、
まあ、田舎もんだったんでね、徳島、そう、はい、だからこう自分より上手いやつがいるんだっていうのを東京に来て初めて知るみたいな感じだったのよ、はい、あ、そうだったんですか。まあそのほら抜ける相手はもう全部抜いてパスなんて考えないみたいな、はいはい、お山の大将、お山の大将の感じだった、はいはいはい、やっぱ東京来るとあれって、まあワールドユースのキャンプ呼ばれてもらった時に水沼隆史とか、はいはい、あの柱とか、はい、あれこんな上手い人たちいるのみたいな感じだったから、まああの戦術的なものは何も ない、いやボール持ったら抜くもんでしょみたいな感じの選手、そうだった。それであの宮本昌さんに叩かれて、はい、いやサッカーそうじゃないんだよ感じで、まあ、ちょっとずつ教わっていったっていう。だから、まあ、僕もこうサラリーマンやりながらっていう年もあったんで、うん、で富士通で働きながらサッカーをやってた、うん、まあ当時のほら日本リーグって、はい、そうです、あの午前中仕事して午後練習行くで、富士通だと2時まで仕事して、あ2時までですか、そっから仕事行くから、そうなんです、うん、あのじゃあ南多摩の南多摩に僕も南武線乗って何回も、うん、僕藤田だったんですよ、うん、練習が練習試合とかやって、はい、89年までクリアやってて、うん、僕90年から、うん、一緒には多分かぶってないね、はい、だから J セール俺はもうあの J リーグの華々しい J リーグの鳴らしてしか分かんない、うん、僕は J セール2部で、うん、で僕はだから11時半まで、うん、代々木の東京支店総務課にどこでもいいんですよ、ハンコ、ハンコだけ押してた、あ、僕シュレッダー課だったんですよ、そうです、はい、な、これなんか何の書類か分かんないけど、ハンコだからね、危機感は、それがさ、1年目だといいけど、はい、2年目も3年目もだと、これはやばいなと、なるほど、だって同期はみんなさ、どんどんこう、はい、仕事していくわけじゃん、はい、これいかんなと思いながら行ってきますって言って練習行ってたからね、そうだった、僕はもうシュレッダーでやっとこう、聞かなかったんですか、もう全然聞かなかった僕デスクがあって、うん、おー、奈良くんです、じゃあ奈良くん、神じゃお願いねって言って、で、シュレッダーって、多分ジョークさんは知らないと思うんですけど、結構こう、いろいろ厚みを入れちゃうと詰まる、詰まる、知ってる、やってない、当たり前、いや、これはわかる、あるで、詰まってよって、ある程度分かってきたんで、こう1枚ずつこう時間を、8時半から11時半まで勤務時間、ね、よりこう、どうやってこう、使おうかっていう、何の話だと、それ何をしたいんですか、いやだからそういうこう、はい、働きながらっていう時代があったね、はいはい、っていうのがで、富士通の監督もや、うん、もう何年ぐらい、3年ぐらいコーチやって、あの監督が中国人の人で、うん、俺一緒に現役やった人が、はい、3人ぐらいいましたよね、3人いて、当時の中国代表が初めて来たの、富士通もしてて、すごい上手かった、もう俺がさら今ね、社業に専念してる時も選手やって、そのうち監督にオファーされた時に、あの俺選手の時はキャプテンだったのね、でキャプテンで中国人が来た時にさ、中国人のやつらだけは走りの練習を免除されてたのよでも一応さ、こっちは走りたくなるんで走ってるじゃない、でちょっといいですかっつってさ、選手みんなハーハーっていう中で、なんで彼らだけ走ったりするんだと、俺は好きで走ってんじゃねえんだよって、まあ大立ち回りをスタッフとしたみたいな、うんうん、でその時にシェンさんっていう当時のその中国のスーパースターの人が来た時に、え、俺ら歓迎されてないのっていう感じで受け取ったらしい、はい、だけど一緒に過ごしてるうちに、あ、こいつはそういうやつなんだなと思ったらしく、うん、4年後かその人が監督やる時に、上福をコーチにしなきゃ俺は監督やらないって言ってくれて、はい、俺はもう社業専念してそれに生きていこうと思ってもう引退したから、そうだったんだ、そうそう、だってもうハンコを押すだけじゃダメだなと思ったからちょっとハンコとシュレッダー以外のところもやれるようにならないとっていう風にして、はい、あのプレイヤーまだやれたんだけどやめて、でそれで、あの、いや社名だからって戻れって言って、はい、戻されて、じゃあ戻していただいたというか、お辞めになった時のその部署の中では結構じゃあもう偉いというか、いや、まあ、でも体力はあったから、はい、まあ当時のサブ力協定っていうそのこう労働基準法みたいなのも大破りで、うん、もう残業しまくりで量で勝負して追いついていくからだから、うん、4年間やっぱり社業専念してたから、それなりにそういう立場にはなってたんだけど、うん、で戻れって言われて拒否したのよ最初、
いやだったら僕プレイヤーやってましたよって言ってまだやりたかった、はいはい、そうですよね。いやいやジョブ君社名だからってわかりましたえじゃあそんなにこう指導者としてはそんなにやりたいっていうのはあまりなかったんですか。まあ全然イメージなかった。フィッツでも監督までやらせてもらったんだけど、実はいや当時日本航空とかさ、はい、新日鉄とか全部こう やめてったでしょ、はい、廃部したでしょ、はい、で富士通もまさに廃部するっていう方向だった、うん、そうだったんですか。まあ、これ今だから多分言えだったら僕最後監督やってちゃんと面倒見ますよっていう感じでやってた ところが、え J2 ってできるのみたいになって、そんな感じだったんですね。そうあ J2 に日立って参加するのって、同業他社だから、うんうんうん、ライバル社だから、はい、あだったらみたいになって、いや廃部じゃない方向もあるかもしれないって言われて、やってる時にあそうですかって言って、で結局 J2 行くってなると、それはプロの監督とか呼ぶじゃん、はい、それでなんだっけフィジコやってたジョゼ、はい、知ってます知らないでしょ、まあ、知らないでしょ、はい、でもミカドール監督だったでしょ、はい、そうだね、そうでしょ、だからあの辺を全部呼んで、監督っていうのはプロだからっていうんで、まあ、俺は社員だから、うーん、はい、じゃあまた社員にっていう。実際どうだったんですか、指導をやってみて。だから当時は、はい、指導者として生きていこうなんて思ってないし、だから B 級とか A 級とかあるじゃない、はい、うん、そうあったんですか。あったあった、うん、俺だからケツさんとか、ケツさんで川勝さん、はい、とか石崎さんとか、はい、同期なんだ、受けてる、で金太さんとか一緒に受けてる、でもいい成績で受かりたいとかこっから先も思ってないっていうか、受けりゃいいんでしょ、で別にライセンスもらえばいいんでしょっていうような一番ダメなやつだもんね、はい、で、別に富士通の社員だし、はいはいはい、だから、そう、で、夜酒飲んで昼間実技やって、はい、やればいいんだよねっていう感じだったから、ちゃんと勉強したっていう感覚がなかったのね、はい、だから富士通を辞めるときに、まあ FC 東京に誘われるときに、そのいろんな条件というよりも、とにかくその S 級だけ受けさせてほしいと、うん、一回ちゃんと勉強させてほしいと。なぜならもうサラリーマン辞めて辞表を出して行くわけじゃん、サッカー界、はい、だから S 級だけは受けさせてくれって言って、もちろん自費で行くんだけど、一回ちゃんと勉強したいなと思ったのね、うんうん、だからそれが98年から、奈良さんがワールドカップで輝いてる頃ですね。そうよ、で、だってそこのテクニそうで、その試合の大会のテクニカルビデオっていうのを協会が作るのに、はいはい、俺入ったばっかで手伝ったもん、ホテル缶詰で泊まって、そうありがとうございます。もう題材としてもちょっと見てました。奈良さんポスト当てたのって覚えてらっしゃいます。覚えてるわけないやん。いや、そんなもう偶然に入ってる方だったら、もしかしたら言うても25年もそうですよ、僕誰も覚えてないんですけど、いいんですよ、もしかしたら、だから、だから本席の方だったら覚えてないから自分から発信しようかなって言ってて、お風呂もそうですよ、お風呂も覚えてない S 行かれて、今このじゃ指導者としての礎っていうのは、じゃそのアンダー世代の代表監督とか、うん、そのあたりで作られてったって感じですか。そうだね、だからまあ、要は会社辞めてまでも受けに行ってるから必死だったのよ、うん、はい、だからよく言う、自分はそういう人間じゃないと思ってたけど、はい、全部の講義に一番前で聞いて、っていう実技も全部自分からやりますってやってみたいな、 3ヶ月だったら当時で、でまあ多分その一まあ、これで必死だなっていう感じで、うん、田島さんが、お前ちょっと協会来いみたいな感じで、で、協会でいろんなアンダーカテゴリーのトリセンとかアンダーカテゴリーの代表を見させてもらって、うんうん、それでもやっぱり俺 FC 東京の人間だったから、うん、その、うんうん、はい、はい、その時は、うん、その時は、はい、から協会行ってたから、一回辞めて専業したんだよ、FC 東京。そしたら田島さんから電話あって、お前17の代表の監督やれってそこからが本格的な感じ。あ、だからそこまでは自分がそういう道に行ってこう食べていくっていう想像はあんまりできてなかったかな。
22年の6月、うん、確か就任してきて、こう、まあ、外からこの東京ヴェルディっていうのをこのチームを見ていたと思いますけど、うん、その東京ヴェルディのこう外から見てたこのチームと、あとこうジョークさん監督になってよりこう中に入ってみて、こうどういうこうチームというか、どうこういうところが足りないというか、こういうところをもっと強くしようと。まあヴェルディそのもののイメージはやっぱ個人 の、はい、のスキルがあるじゃない、はいはい、でそれはもう昔から本当にそのイメージは変わってなかったのね、はい、選手はみんな上手いんだろうなっていう感覚はあったね。それが J2 の注意であろうが、はい、多分個人としたらしっかりしたものをヴェルディだから持ってるんだろうなという思いで、まあ来たらやっぱり個人レベルのスキルっていうのは高いと思った、やっぱり、うん、だけど前に進まなかった、うん、その要はポゼッションのためのポゼッションをこう思考してるっていうか、はい、ゴールではなかった、ゴール、そう、目的がつなぐことになってたのは、そこを変えるのはね、まあちょっと時間かかるかなっていう感じがした。だからこそこれはまず失点しちゃいけないなと思って、まあちゃんと守備から入んないと、 でもいやいやお前ら、あの繋がなくていいんだよ、繋ぐなよ、前蹴れよっていうのは多分彼らは受け入れられないじゃない、はい、だってヴェルディってそういうサッカーじゃないから、だからそういう言い方はしなかったけど、目的がつなぐことになってるから、その今のバックパスが必要だったのかっていうのはね、ずっと言い続けた、もうバックパス禁止っていうぐらいまで、バックパスは禁止だけどつなげっていうぐらい、あっていうぐらい、やっぱこう保持するのが目的になってたかな、入ってみたら。それで前になかなか行けないっていう時に、なんでそこで守備からってなるんですか？まあだから攻撃をさ、なんか、レベルを上げていくってやっぱり時間がかかるし、例えば人の入れ替えも必要かもしれないし、はいはいはい、で今のこのメンバーで、例えばね、まあボールをなんか流れるように繋いでいくけど、はい、別に14位とか15位でいいんだったらいくらでもやらせるわけじゃん。でもまあ俺も一応 FC 東京でずっといたし、それがベルディに来て、え、お前来て何やんのってまあ言われかねないから、はい、やっぱベルディに来るってことはやっぱ結果を出さなきゃいけないと思ってたから、まあそれにはやっぱり失点が少ないチームがリーグ戦は絶対に上に行くし、あの最初失点チームになるっていうのはどんなメンバーでもそれは目指すことができるから、最大の得点チームになるところは難しいじゃない、どんなメンバーがいるかによるから、あ、だから最初失点チームにしなきゃいけないと思って、それは歌い文句にして、はい、一昨年もやったし、去年もだから、一昨年も最後5試合ぐらいあの無失点で6連勝して終われたんです、はい、その手応えがあって、はい、去年迎えて、だから最初失点チームになるぞっていうのはもう1年間言ってた、でそれはまあそうなったのね、だけど得点力はそんな簡単に、まあ俺の指導力も含めてそこまでちょっと激減させられないから、とにかくリーグ戦でまずはプレーオフに行けるようにっていうイメージは持ってたから、まあそれがね、最後3位に滑り込めたのはすごく良かったと。戦えるね、こうまくてこう戦えるチームにもうすぐ変貌した選手もすんなり受け入れたんですか、そういうこう。いや、あのね、それはやっぱりまあ抵抗もあったっていうか、ずっと勝てるわけじゃないから、まあそうで、勝ててない時にはやっぱこういうサッカーじゃっていう空気にもなるんじゃない。当然そう、当然そう、でも最終的にはそれヴェルディの生え抜きであろうがなかろうが、あ、彼らやっぱ勝ちたいんだなと。だから、あの俺は勝つために一番近道でこれをあの絶対譲らないからと。で、もしこれで勝てなかったら俺がいなくなるだけだからやれと、やってみろと。で、ちょっとやって勝てなかった、いや、それはちょっとやってみただけでやり通してないでしょと、やり通してみろっていう感じで駆け抜けた感じ、J2 は。
まあそういう戦いはあったよ。だから、あの中でのミーティングとかは相当激しいっていうか、はい、やっぱり疑心暗鬼になる場面もあるからね、はい、いい時ばっかりじゃないから、はい、あとなんか今シーズンとかで城監督のなんかインタビューのコメントとか見てると、ヴェルディではこの言葉は今まで使ってなかったんだけどみたいな前置きがある言葉とかが結構出てくるじゃないですか。それはかなり気を使いながらやっぱそういうコントロールしてたってことなんですよね。いや、そもそも俺はそうやって教会で育ててもらって教会でサッカー学んでるにもかかわらず、教会で使ってた言葉はほとんど今チームで使ってないんだよむしろ使ってないのよ、はい、マノンとかですか、ま、ターンマノンとかチャレンジャーのカバーなんて言ったことないから。ちょっとこうカタカナが多いっていう、まあカタカナが多いっていうかね、そういう嫌なのは、あのいろんなところでもよく言ってんだけど、お前チャレンジャーカバーのチャレンジしろよっていうのって、多分あの今までここまでサッカーやってきたやつだったら500万回ぐらい聞いてるじゃん。はい、はい、もう聞いてます。でも俺が言ってるチャレンジはそのチャレンジじゃないから、お前らが400万回500万回聞いてきたチャレンジじゃないから、うん、あとレベルが、っていう意味でもう言葉を変えてるわけよ、単語を、はい、だからあのそれだったら寄せろって言うし、寄せるんじゃ口にそこも寄せろって言うし、だからそれは教会用語って言うとなんか教会批判してるみたいだけど、そういう意味じゃなくて、そういう意味じゃなくて、はい、だからそうするとそのチーム独自の使い方があるけど、前のチームでは使ったんだけどこのチームじゃ使ってないこともあるけど、あのそういやこのチームじゃ初めてだけどっていう、そういう感じ、そういう意味合いなんですね。そうそうそういう感じ。じゃあその選手のそれぞれの色に合わせて言葉も両さんは選んでいく、まあ、そこまで考えてないけど、まあその時の空気感がね、で選手はなんか分かりやすいですね。いやそうですよ、靴一足分だなって、はいはい、で俺はだから自分で別に編み出したわけじゃないけど、はい、言い換えてる部分と他のコーチが表現してる、あその単語もらおうって思う時もあるし、いまだにあるんですか。あるあるある。だから、あのハイライン、ハイプレスハイラインって言うけど、今俺ハイラインって言わないから、ストロングラインっていうチームで、ストロングラインで、それはあるコーチが使ってたのを、まあ俺の知り合い、はい、元一緒にやってたやつが使ってたから、はい、まあパクっても文句言われないと。俺は今もでもそれっていろんな意味があるじゃん。こう強気でやるとか、リスクはあるの分かってるけどやるんだよっていう。だからこうなんていうの、ハイライトよりももうちょっとこう意志が気持ちもこもってますね。強気にと。そう。とかへそっていうのもうちのコーチが言ってたんだけど、アンカーとかっていうのはさ、いろんな人が言ってる。へそ使えとか、へそ大事にしろっていうと。まあこのチームでそういう言い方してる、真ん中ですね。なんとなくわかるじゃん、ね、なんとなくわかる、感覚でもなんとなくわかる。まあただあのこう出回ってるものを使いたくないっていうことでちょっとこう意固地なところまあそういうところがある。ストロングラインはすごくなんかわかります、ね、なんかちょっと意味合いが違うじゃない、はい、意味合いが。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。